じゃあ高木先生、じゃあみどりさん。はい。高木種広。かっけは足がしびれて次第にむくる。心臓の力が弱まって、瞬にも動けなくなる病気で、昔は世界中で広く広く。今でこそかっけはビタミン B1 の欠乏によって起こると知られているが、昔は原因不明のまま多くの人々が命を失った。かっけの原因が食事の質にあることを突き止めたのが高木種広である。高木の努力によってかっけの予防や治療ができるようになり、多くの人々の命を救われた。高木種広は大英2年、現在の 宮崎県高岡町に生まれた。幼い時から勉強がよくできた高木少年は、やがて医師となって人々のために尽くしたいという思いを強くし、18歳の時にふるさとを離れて鹿児島で蘭方医に学び始めた。時代はちょうど明治維新、高木は薩摩軍とともに東北の戦地に赴いたが、乏しい医療技術のために負傷した人々を助けることができる。この時すでに西洋医学を採用していた他藩の技術に驚いた高木は、鹿児島に帰って藩立開成校に入学、教授として招かれていた英国人ウィリアム・ウィルスの下で西洋医学の習得に励む。やがてイギリスへの留学が実現し、明治8年からセント・トーマス学校に学び、その猛勉強ぶりは最優秀学生として表彰され、イギリスの医師資格も取るほどで、この時の経験が後の大きな経営と結びついていくことになります。明治13年の帰国後、東京海軍病院長となった高木は、長期の航海に出た軍艦の乗組員が脚気に悩まされ、心臓脚気となって死んでいくのを知って、その絶滅を志した。高木は膨大な資料をもとに入念に検討していった結果、食事の内容に注目するに至った。要素を含む食物の不足で脚気が起こると考えた彼は、白米を主とする食事だと脚気にかかりやすく、麦飯食では脚気にかかりにくいことを突き止めた。白飯食では脚気にかかりにくいことを突き止めたのである。中木は脚気が栄養の血管によって起こるという新しい説を発表し、海軍兵の食事の改革に乗り出す。しかし当時、白米飯は庶民憧れのごちそうであり、麦飯やパン食は兵員には不評だった。また当時の医学界の主流は高木の説に猛烈に反対し、その代表格はドイツ留学から帰ってきた陸軍軍医官の森鴎外だった。森は脚気の原因は細菌であると考えており、高木の説は陸軍の激しい反論にさらされた。高木の人生における最大の窮地だった。しかし何としても脚気から人々を救わなければならないと考えた高木は、脚気予防の壮大な実験を行うことを決意した。それは海軍兵に直接体験してもらう実地研究で、場合によってはさらに多くの兵の死を覚悟しなければならない危険を伴う実験だった。高木は明治天皇に直訴してお願いし、密かに切腹も覚悟している。明治16年、太平洋練習航海に出た練習艦の龍城が米食を積んで航海したところ、乗組員378名のうち169名の発見者が出て、23名が死亡するという惨事だった。そこで高木はその1年後、練習艦の筑波にパンを用いた洋食を与えて同じ航海に旅立たせた。筑波の航海が南米沖を回って太平洋上をハワイに向かう頃、前年の龍城の航海ではこの辺りで脚気患者が続発していた。日本に電報が届いた。両者
描写一人もなし、安心あり、という伝聞だ。筑波はついに一人の勝手患者を出すこともなく、無事に航海を終えて、海軍は大きな喜びに包まれた。その後、日清日露の二つの戦争があった。陸軍は相変わらず、米飯を中心とした食事にこだわったが、高木の成果を取り入れた海軍は、食事を麦中心のものへと改善した。その結果、陸軍は日清戦争で4万2000人の勝手患者と4000人の防御死者を出し、日露戦争では25万4人の患者と2万8000人に上る同病死者を出した。海軍では2つの戦争ともにわずかの患者しか出さず、バルチック艦隊との日本海海戦勝利の原因の一つになったと言われている。この壮大な研究がやがて鈴木宗太郎によるビタミン B1 の発見につながり、高木は後にビタミンの父や爆反弾尺の名で親しまれた。南極大陸のグレアムランド西岸には高木岬と命名された岬があり、そこには日本帝国海軍の軍医総監高木兼弘男爵は1882年食事の改善によって脚気の予防に初めて成功したと記された日が立ち、不朽の名をとどめている。ちなみに東京慈恵会医科大学は高木兼弘が奔走して発足した大学で、今もその病院玄関には病気を見ずして病人を見ようという高木の言葉が大きな額に入って掲げられている。大学の行動をまた高木記念館の名が記されている。大正期の72歳で、今日もまた枯れたる声を振り立てて国のためにと音を上げする。いいな、ラクダ水郷で僕も3ヶ月事件に行っていない。もうタケちゃんに車椅子を押されながら、あそこはずっとその慈恵会委員の歴史が書いてある。で、大正皇后の後押しがあって、あの慈恵会で、それを僕はずっと読んでた。タケちゃんは知らん顔して言ってたほとんど読んでだからそれをずっと読んでいって、だから山本君の言う通り、こういう方背景よりもやっぱり森外とのやり取りを作って書こうかなと思ったよ。でもこれはセリフにしてやると、一つはみどりさんがやりにくい。だからやっぱりセリフのない方がこの2番目はいいんじゃない。あくまでこれはもうみどりさんの朗読に委ねようと思って。